皆さんこんにちは。今回の新設歴史チャンネルは、新郎と名乗り、平安時代を揺るがせた男の真実、平将門とは？平将門といえば、多くの人が戦士や反乱者としてのイメージを持つかもしれません。しかし、彼の生涯と彼を取り巻く伝説、そして現代文化への影響は、我々が一般的に知っている以上のものです。関東地方では、彼の伝説が今も多く語り継がれています。特に、彼を神格化した信仰や伝説は、彼が生きた後も、地域の人々の間で続いています。平将門名は、城平天行の乱と共に語られることが多いです。これは、将門が中心となって起こした大規模な反乱で、彼の野望や夢が最も顕著に現れた出来事で、将門は、北関東一帯を支配し、新王と名乗ります。平将門の生涯と背景、次に、平将門の子供時代と家族の背景、すなわち、平氏の一族としての成長について、深く探りましょう。平将門は平氏の名家に生まれました。平氏は平安時代を代表する武士の家系であり、その中で、将門は特に注目される存在でした。なぜなら、彼は幼少期から、その才能を発揮し、一族内でも高い地位を確立していたからです。家族や一族の支持を受けながら、将門は武士としての道を歩んでいきました。そして、平将門の顕著な功績と戦歴について、平安時代の政治状況は非常に複雑で、権力の均衡が常に揺れ動いていました。この中で、将門は多くの戦に参加し、その武勇や策略で、多くの勝利を収めました。特に、彼の戦術や戦略は、他の武士たちからも高く評価され、その名は平安時代の歴史に燦然と輝いています。そして、最も注目すべきである、城平天行の乱。この乱は、将門が中心となって起こした大きな反乱で、平安京を震撼させました。この乱は武士が中心となって起きた初めての反乱です。反乱の背後には、将門の強大な野望や平安時代の政治的な不満、社会的な矛盾など多くの要因が絡み合っていました。将門はこの乱を通じて新王と名乗り、自らの理想を実現しようとしましたが、結果として彼の運命は大きく変わることになります。これらの事実を通じて、平将門の生涯や背景、そして彼が平安時代の歴史にどれほどの影響を与えたのかを深く理解することができるでしょう。平将門の最後とその後の影響、平将門の死とそれに続く首塚伝説について話を進めます。平将門はその強大な力と野望で多くの人々を引きつけましたが、結果的には敵も多く作りました。そして彼の死は平安時代の歴史の中でも特筆すべき事件として語り継がれています。しかし、彼の死が歴史の舞台から姿を消した後も、人々の心の中で生き続けています。その具体例として挙げられるのが首塚伝説です。平将門の首は京都で晒されたと言われていますが、その後の首の行方には様々な伝説が存在しています。中でも関東地方では、首が飛び立ち故郷の関東に戻ってきたという伝説が広まっており、その地に首塚を建てることで将門の霊を鎮めようとしたと言われています。次に、乱の後、平氏の一族の運命について、平将門の死後、彼を支持していた一族や仲間たちはどのような運命をたどったのでしょうか。多くの者が追及を受け、厳しい運命をたどることとなりました。しかし、一部の者は新たな時代の中で再び力を蓄え、歴史の中でその名を刻むこととなるのです。具体例として、将門の乱以後も平氏の一族は武士としての地位を築き上げ続け、その後の源平合戦など日本の歴史において大きな役割を果たし続けました。最後に、平将門の乱と平安時代の終焉について、平将門の乱は平安時代の歴史における大きなターニングポイントと言えるでしょう。この乱を境に平安時代の終焉が始まり、新たな時代が幕を開けることとなります。具体的には、平将門の乱以後、平安時代中心だった貴族たちが徐々にその勢力を失い、武士が政治の中心となっていく時代が訪れます。平将門乱はその変革の先駆けとなったと言えるでしょう。まとめ、平将門は平安時代の末期に活躍した武士である。関東地方には彼にまつわる伝説や神社が多数存在する。現代の映画やアニメでは彼を主人公や重要キャラクターとして取り上げることがある。平氏の一族の背景は彼の行動や価値観に大きく影響している。彼の最も顕著な功績は城平天行の乱におけるリーダーシップである。これで平将門の最後とその後の影響についての解説を終わります。平将門の生涯やその後の影響を通じて、平安時代の
歴史を深く理解することができることを願っています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。これからも歴史の背景や深いエピソードをもっと多くの方にお伝えしたいと考えています。もし今回の動画が気に入っていただけたら、ぜひともチャンネル登録をお願いします。次回も興味深い歴史エピソードをお届けいたしますので、お楽しみに。